寒食節は東アジアの年中行事。古代中国で成立し、現代では大韓民国などで春の濃厚の始まりを祝うとともに祖先を祭り母山が行われる一方、中国では生命節に吸収される形でほぼ消滅している。伝統的な寒食節においては数日日を使わずに過ごし、冷たい食事だけで過ごす。校舎については、 感食という名前に合わせて、後から生じた風習とみられる。これらは消死したスケコ、水を弔うため、という伝説が有名である。韓国の墓。感食説には手入れをして、芝生を張り替える。バイントイ。ベトナムでは、感食説に食する。現代の大韓民国では、感食説は元旦や単語。 周遊と並ぶ四大名説の一つとして、不死死や砂礼と呼ばれる先祖の祭祀を行う。砂礼は墓のメンテナンスであり、完食説と周遊は多くの韓国人が墓参に行く。完食は特に冬の間に、円形の夫婦に生じた裂け目やくぼみなどを補修して、表面の芝を張り替えるが、近年は公園墓地の管理機関に作業を任せるケースも少なくない。 その後に供物を捧げ、完食の際に、移送や改装を行うこともある。完食節は、当時から105日目とされて、太陽暦で4月5日頃にあたり、食事に適当な時期のためこの日は、食事日という記念日になっている。また、ベトナムでは北部を中心に、旧暦3月3日に、テッドハントックという完食節由来の行事があり、バインチョイ及びバイントイという餅菓子を食べる。 墓参りなどの風習は特にない。主題習慣には中春に木卓を鳴らして一斉に火を消す準備をし、改め火に備えるという記述があり、これが火を使わずに過ごす寒食節のルーツとみられる。古い火を消して新しい火を得る火改めは、カトリック教会の復活祭前夜やインカ帝国のインティライミ、スコットランドやアイルランドのベルデーン祝祭。 イランのサデイなど世界各地に古くから存在し、中国のものもその中の一つと考えられる。日改めの祭りには、イースターファイヤーのように焚き火を伴うものも多く、スケコ水の焼死という伝説が寒食説に採用された背景には、山焼きや人身獄などの風習が日改めに存在した可能性が示唆される。スケコ水が陰性したとされる。 メンさん完食説は、スケコ水の消止を弔って火を使わず冷たい、食事だけで過ごすようになった、という伝説が広く知られている。この伝説では、進むの文庫に仕えたスケコ水は、論功交渉に漏れたことをきっかけに、母とメンさんの山中に陰性し、文庫からの呼び出しに応じなかった。文庫は下山させるために、 メンさんに火を放ったが、スケコ水は母を抱いたまま山中の洞窟で焼死した。あれんだ文孔は、山に病を立ててスケコ、水を祀るとともに、命日から3日間は火を使わずに過ごすよう命じ、これが間食節になった。とされる。しかし、スケコ水について最も古い記述と見られる先進の、春秋サし伝の紀二24年の記述では、スケコ水が、 母と共に豚腺して亡くなった後、文孔は、スケコ、水を探索したが見つけられず、処遇の過ちを後悔して、面上の地をスケコ水に封じたとあり、昇詩の要素は全くない。これに対し、戦国時代に書かれた、創始の雑編、陶石第十九》では、神話的な描写が強くなり、スケコ水は飢えた文孔に、自分の桃肉を食べさせるなど忠誠を尽くしたが、陰闘し、 呼び出しに応じず最後は樹木に抱きついたまま反死したと、昇死という結末が出てきており、これが、後代に影響を及ぼしたと見られる。また、戦国末期の、漁師春秋の巻十二、紀藤期、第十二、及び、前巻に成立した、四季の進む成果第九における記述には、春秋差し伝と、同じく昇死のエピソードはない。一方で、前巻の,の末七、新庄の巻七 摂氏の情は、スケコスイは、論功交渉の不満を歌に固くし、文孔の謝罪を受けたが、面さんに陰性し、呼び出すために山に火をかけられ、噴死したという内容になっており、漁師春秋にあった歌など、各書物の要素を取り入れながら、噴死までの流れを完成させた形となっている。五漢前期に書かれた、新論には、スケコスイの伝説と感触の風習が合致したとあり、さらに、 五漢後期に西洋が表した古都三沢流者家の城では、スケコ水の噴死後、文皇は後悔して、金華令を施行したというストーリーが描かれ、スケコ水の少子と寒食説の関連が明示されている。このため、五漢記に寒食説とスケコ水のとぶらいを紐づける、見方が一般化したと見られる。なお、宋代に書かれた採事後期が引用した代の長戦災では、 スケコスイの妹とされるトオンナと共に兄弟を祀ったトオンナ病が平州にあると記録されている。また、2008年にはスケコスイの故郷とされる三世省のスケ旧市名山で中国生命文化祭が催されるなど、伝説は現代でも関心を引いている。曹操は三世紀の名罰例において、大元など北方では当時後の105日間にわたり、 完食のため火を使わないと聞くが、特に幼児や高齢者への負担が大きすぎるため完食は不可とするという見事の折を発した、と、芸文類児巻4や玉食法典2月の項に引用されている。ここでは、完食説の行われる地域として、大元郡、上東郡、岩門郡、西川郡という現代の三成省にあたる、平州内の地名が挙げられている。 他にも陸長期の書物では、新代の行中期、南朝早代の五感書などに完食説についての記述が見られ、と考えられる。また、六世紀頃の軽素祭時期には、当時を去ること105日を完食と言い,い、三日間かを使わずに冷えたアメイと大麦の海を食べるとある。実際に当時から百五日目にあたる完食説後の生命と時期について混同していると、 見られ、宋代の斎字後期が引用した行中期でも、当時から100日目に、平州では3日間かを断ってからがゆを作ると記されている。壮代は特に中期以降に、漢詩の題材として漢食が取り上げられる機会が増え、陳期は、例外には、漢食がないこと、初等期のルや正藤期の陳順は、江南における漢食をそれぞれ読み込んでおり、 北方や中原だけでなく、石膏小周辺まで寒食説の風習が伝わっていたとみられる。また、8世紀の開元年間に幻想によって寒食説に母産することが直挙され、10世紀半ばの甲州では墓で神銭を焼いていたと19世紀に朝鮮で表された東国祭祀期に記述されている。日本から東に渡った縁人は9世紀半ばの 日東愚法巡礼行記で、完食説について触れ、改正4年の2月14日から2月16日、及び翌改正5年の2月23日から2月25日の3日間は、いずれも世間では煙を出さず、すべて完食を食べると記している。なお、日本には、完食説の風習がないことが18世紀の和漢3歳図絵に書かれているが、小正月のトンドは、 完食説の日祭りの影響を受けているという見方がある。宋代には完食説が最域のトルファン盆地まで伝わり、9日間にわたって行われていた。11世紀には創食によって行所公衆完食士官の書が書かれている。秋夜に入って金日の習俗が廃れるとともに、完食は名称が実態に合わなくなり、中国では、 当時505日目の生命祭に統合されていった。一方、朝鮮では、完食説が現代まで続き、リアッサでは、柳の木で切りもみして火を起こして宮中に新入し、国王が進化に反死したという記述が19世紀前半の清潮祭祀期にある。東国祭祀期には、同じく、リアッサで、完食後の生命に、ニレの木に火をともして官庁に反死するとあり、 改め日の後の新しい日の若津あたの風習が長期にわたって続いていたことがわかる。行職を習慣職士官、ありがとうございます。